海よ、俺の海よ。いやー、刹那圭介です。今回ポテテの体を入れ替えた犯人を探します。あー、めんどくさいです。はい、めんどくさいです。はい、知ってます？ポテテ、あれ、そういや、この人が話しかけてないな、前回のパート。よく考えた、この人、前回のパート出てきてないぞ、お前。さらっと出てきた人みたいな話し方しよったけどさ。何この、年齢と見た目の格好の痛さがちょっとさえ渡るような人は。あら、ポテテちゃん、今回はお泊まりいっぱいね。なた何かなくしちゃったのかしら。うん、この喋り方。まさか、一応違うとは思うけど聞いておきたい。性転換した人ですか？今日ポテテじゃない、ナーシが探し物。こんにちは、およナーシです。お姉さんは童貞？あらまあ、お姉さんはメン。仲良くしてね。うわ、一体人だ。なんと、お高いテンションアゲアゲですね。でもね、アイラさん、日常生活でこんな人いたらみんなうわ、いったみたいな感じで見てるから、こだわこんなテンションでいない方がいいんだよ。ふっ、褒められてると嬉しいわ。それでそれで探してもらおうって何かな。将来の進路、人を探してるんですけど。オッケー、お姉さんに任せちゃって。ペロ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 。どうやって探すんですか？あと、お姉さんの今後の将来を探しといた方がいいと思いますよ。もちろん、占いよ。え？大丈夫、それなりに当たってるんだから。本当かな？怪しいな。ちんたらほいたらほーい。なんかすごい適当だな、お前。占いの魔術のことはすっごい適当だな、お前。なんなら、子供が痛い、吸い詰めちゃったって時に、それやったら、痛みの痛いと飛んでいける代わりになりそうな感じだぞ、お前。誰か出ました？うん。見える、見えるわ。白髪の子よ。そして、男の子ね。白髪。キライ君か？ナスがキライ君か？ハッカーのところにおった男の子。つまり、ナーシさんですね。ナーシ君、ナーシ君ちょっと悪いもの扱いされたぞ、お前。あ、そういや、ナーシ君を確かにしろか。お前か。だ、待って、違う、俺じゃない。犯人はみんなそう言うんだ。お前、ポテテ、お前。その知識どこで手に入れたんだ、漫画か。ぼんやりとだけど、ナースちゃんじゃないわ。それだけは保証するわよ。あんたの保証ってなんかうさんくさいんだよな、なんか知らんけど。ほら、他の人にも聞いてみますかね。そうだね、この辺りに住んでる人に詳しい人っていますか？あそこのペットカフェ、あそこ人気だし人も多いから店員さんに聞けばわかるんじゃない？なるほど、わかりました。ペットカフェとは、自宅で犬とか猫とかが飼えない人が野菜に行くところかな。ふーむ、人間は面白いことを考えますですね。人間はって、人はっていう言い方がアイラちゃん嫌いじゃないよ。うん、とりあえず行ってみようか。ポエテは遊ぶ。おい小娘、俺の体を持っていくな。おい、あ、ダブルポテさん、略してダブポテ、280円で販売してます、マクドナルド。ふむ、仕方ありません、アイラと2人で行きましょう。ポテさんたちはいずれまた会えます。そうだな、アイスラなんかほっといて2人でランデブーしようぜ。あそこのアイスクリーム屋とか行ってみようぜ。そうだね、急いでみるわけでもないし、それでいいかもね。ネオさん、ありがとうございました。また来てね。いい旦那見つけろよ。じゃあな。
それはなんか動物がたくさんおったな、ところおったな。ここやったっけ？違った、ここ家具屋。ああ、ここ事務所。あ、ここか。そう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 。ここなんか後ろで動物のシルエットあるなって思っとったけど、なんかと思っとったけどさ、あおとぎの森ってそういう意味だったんじゃ。てっきり風俗の名前かと思ったじゃないか。あ、しかも新しいやつ出てきてるし、あれなんかこいつ見たことあるぞ。なんかこいつなんか働く魔王様に出てきたような人じゃないの、この帽子。なんか働く魔王様に出てくるマクドナルドだったっけの、なんか店員がかぶってそうなやつ。色は違うけど、あれは色は赤だったけど。お前こんにちは、ここがペットカフェだな。あ、よっしゃーす、働いてしゃっすかー。あ、こいつの喋り方しとるぞ、なんかスタート画面でちょいちょい出てくる、あ、しゃっちゃーすってやつやろ。お前それ聞いたことあるぞ、お前の声多分。はい、とても言ってもお話を聞きたいだけですが、俺は、奈良市、あなたは？ひとひと電車っす。あ、呼び詰めっしょ？ヒートでよろしゅーす。やっぱり、こういうやつだった、やっぱ。こいつだったんだ。ヒートさん、かっこいい。アイラはアイラです。ウィー。チャラ。普通にチャラ。まあ、こんなピーチだったらさ、ナンパとかしてるんだろうな。ナンパ成功率 0.5% ぐらいなんだろうけどな。実は人探しをしてて、ヒートさんは何か知らないかなって。お、イルサプリ町中回ったりしやすい。この町の住人なら大体分かりやすい。白髪の男の人っていう手がかりしかないんですけど、分かりますかね。ああ、何してるの。ろくでもないことをする人。ろくでもないことをする人。言い方他になかったですからね、たなしくん。多分変な人だと思う。お、それなら多分伊豆中で、伊豆中、なんかすごい気になる人がおるけど、男の人か。伊豆中さん、エース。だいたいスナハムで誰かブツブツ言ってるっす。それ飛ばしてた。まあ違う言い方ですね。何してるか分かるっす。しかし、行かぬよりかは行くべしですよね。そうやな。そうだね。手がかりになるものは徹底的に集めなきゃね。あと、海岸で二人きりで歩きたいな、アイラちゃん。ナイスさん、人助けお好きですか？うん。でもそれよりも君のことが好きだよ、アイラさん。うん？人助けが好きなんじゃなくて、その人のことが好きだから、尽くしてあげたり、できることがしたいなと思うよ。わ、やさお。奈良市くん、めっちゃやさお。そういう答えをさらっと返せる君、なかなかやるぞ、お前、奈良市くん。いや、やさお。なるほど。でも、アイラの知ってる好きと、奈良市さんの知ってる好き、言ってる好きは少し違いますね。それはどういうことだ？そうなの？私から見て、そんな感じです。他の人たちが好き。使う好きとは若干ズレを感じます。いえ、全部ズレてますね。むむ、ともあれその五寿さんに話を伺うが先決ですね。そうだね。じゃあ行こっか、手をつないで。ヒントさん、あ、よしじゃあまた来た。よーし、じゃあ行くか。海岸沿いにおるって。砂浜のところにおる。あれあれやくん。え、お前、ま、ここにまで来たんか、お前。バッグでかいな、お前。配達か。あれ、はるやくん、こんにちは。また配達かな。あ、なえさん、こんにちは。そうです。さっき、秋高さんにも会ったんですよ。お前らしょっちゅう会ってんな。なんか知らんけど。あと、ハリオくん、ちょいちょい会うよね、君。なんなん？もしかして、ナナシくんの服もなくに発信機入れとって、行き先々で会えるように先回りしてんじゃないの、お前。秋高くんに？はい。あの犬、
ポテトさんだ。ポテトさんと追いかけっこしてました。相田くん結構犬好きだったらしいからな。なんでだろう。相田くんさんは散歩って言ってましたけど。あ、白髪の人ってこの辺りで見かけた。ああ、そこの砂浜に白髪のお兄さんがいましたよ。何かしてた。女の子と話をしてました。別に仲が良さそうだったので不審人物ではないと思いますけど。あ、それを不審人物ではないけどさ、俺の敵だと思う。女の子と話してたっていうリア充感はあるんか。でも俺の敵だと思うけん、ちょっと仲割ってどうにか邪魔しようかな。うん、なんか嫌われるようなプロデュース、プロデュースその男の人がなんか嫌われるような感じのことしようかな俺。その女の子って裸足で全体的にモサモサした子だった。ポリテスで叫んでたかな。はい、小学生ぐらいに見えました。ポリテスさんとお知り合いなんでしょうか。あいつだ。あの女の子こんなとこで暴れ回ってるのか。なら人間ポリテスさんかな。うん、その情報覚えておくよ。ありがとう。いえ、お役に立てたら嬉しいです。ハリア君、今回はちゃんと迷子にならずに帰ってね。ハリアさん、お帰りですか。はい、お母さんに怒られるので。いえ、他の感情もありますよね。どういうこと。他の感情ってなんなん。え、もしかしてナシ君と別れたくない、もう帰りたくない、まだ帰りたくないんだみたいな感じ。そうやろな。発信機を服の中に仕込んでまで先回りして頭にもうここで終わりとはって感じよな。え、ハリアさん怖がってます。怖がる怖がる怖がるってなんな。な、誰に。俺と出会って1週間以上の人間が正常反応だよ。あ、俺と出会って1週間以上の人間の正常反応だよ。だから大丈夫。全然大丈夫じゃないの、それならしくん。それならしくん、全然大丈夫じゃないやつですよ。それと、そういうこと、図星みたいな感じじゃん、お前。図星みたいな感じじゃん、お前。アイラ、気になります。どうしてですか。夏影さんが優しすぎて、君が悪いと言ってて。マジか、お前。それからどういう反応で奈良さんとお話しすればいいのかちょっと分からなくなっちゃって。そういうことか。奈良のことが気味が悪くなるっていうのはそういう感じなのか。優しいと不都合でも。優しいことには問題ないと思います。なんででしょう。もっと根本的なものが足りないというか。根本的な、根本的なものですか。でも僕は奈良さんの優しいところ好きですよ。とってもいい人だと思います。ベッドに横になったらいつも奈良さんのことを考えるくらいです。奈良さん、奈良さん、奈良さん、ありがとう。頑張ってくださいね。僕はこれで失礼します。奈良さん、また次会える人はいつでしょうか。気をつけて帰ってね。何かが足りない。ふむ、もう少し頭のいい人間に聞けばわかるのでしょうか。頭のいい人間いや、頭のいい人間って勉強ができる人間じゃなくてさ、それです心理学に長けた人じゃないと。頭のいいでも心理学に長けた人じゃないとダメなタイプ。そんな人がおるかな。さらっと探しておるかな。それそれより伊豆地さんに話を聞かなくちゃ。そうでした、うっかりポッキリポッキリ。じゃあ行こう。ポッキリきりもっきり、うん、まあいいか。じゃあ探しに行こう。わあ、お前、あら、え、キライくん、お前、わあ、キライくん。あ、でもなんか雰囲気ちゃうな。なんか気のせいかな、雰囲気がちゃう気がする。なんだ貴様は。こんにちは、俺はダナシです。お兄さんがイズジさんですか。あれ、ダナシくん、キライ君のことを見たことあるのにさ、あれってならんのかな。俺あれってなったんやけどな。なんかキライ君にえらい似とるけど、なんか雰囲気違うな的な。愚民になるなどない。あ、年がちょっと離れとるよね。結構見た目が、年が離れとんかな、見た目の年齢が。けど結構似とんよな、なんか知らんけど、キライ君と。
そんな。しかしその紙袋をかぶった女、貴様は一体何だ。めっちゃ気になってる、めっちゃ気になってるやん。なんか他人のこと興味なさそうな感じの人なのにめっちゃ気になってる。アイラのことですか。そうだ、少し見ただけでわかる。貴様人間ではないだろう。なぜわかった。お前が人間の心を持っていないのか。しかし俺様を知る限りでもここまで成功に作られたアンドロイドは知らない。製造者は誰だ。アンドロイドってわかってる、アンドロイドってところまでわかってる。なんだこいつすげえな。お父さんはマッドサイエンティストケリー、お母さんはちょっと待って、そうだ。ちょっと待って、おい、あの人、あの人なん。ちょっと待って、それだいぶ前に出てきた人やん。めっちゃ伏線ないか、おい。あの人だったんじゃ、あの人が作ったん、アホだったんじゃ。マジか、覚えとるよあの人の感じ。お母さんはマッドドクターミサトです。ミサトさん、ミサトさん。エヴァンゲリオンミサトさん、今週もサービス最終点。なんだ、二人いるのか。ふむ、そうだ、俺様にその体を分解させろ。何、悪いようにはしない、むしろ機能の向上させてやる。機能の向上、まさかアイラちゃんの最大の弱点である貧乳を大きくしてくれるのか。それは俺にとっても心強い、よろしく頼むよ。ストップ、やめてください。そういうのはちゃんと親御さんの許可を取ってください。そういう問題なのかな、そういう問題なのかな。許可取りにくいよあの人からは。なんだ貴様、逆らうのか。そもそも伊豆寺さんにも伺いたい話もありますし。ふむ、いいだろう。え、あさり、俺様は一目見れば大体のことはわかる。相手は愚民程度ならほんとどんのことはな。しかし、いくつか貴様にも疑問を抱く部分がある。今何か少数なら、愚民のような何かだ。愚民しか言ってないや、お前。面白い。なかなか興味深いぞ、貴様。特別に俺様と話をさせてやろう。ただし、俺様が満足できるデータが取れたらな。そうでなければ、貴様の願いは聞かん。満足って？ふむ、ふむ。前にアイラとしたお話ですね。そうだね、伊豆さんにはポテトのことを聞きたいんだけど、まず俺のことを話して満足してもらう必要があるみたい。なんで田橋くんのことが気になったんだろうね。つまりまずは仲良くなる必要があるっていうことかな。なるほど、話題は大丈夫ですか。そうだね、一応確認しておこうかな。何一つ田橋くんと関係のある子ではなかった。